JL エトー・ FC は、ハンガリー・ジェールにホームを置く、サッカークラブである。2018から19シーズンは、ネムゼティ・バイノクシャー・ムーツーに所属。ハンガリー国内リーグで3回優勝。1964から65シーズンのヨーロピアンカップで準決勝に進出した。JL ーは1937年に、ハンガリー一部リーグに、初めて昇格した。 しかし1937から38シーズンに13位に終わり2部リーグに降格した。1946年に再び1部リーグに昇格し、今度は10シーズン連続で参加したものの、1955年にまた降格した。1958年に1部リーグに復帰したが、再び降格した。1960年のカムバック以降は一度も一部から、 合格していない。1963年、JL ・エトー FC は、ハンガリー一部リーグのタイトルを初めて獲得した。その結果、チームは1964から65シーズンのヨーロピアンカップに出場した。1964年9月2日、JL は、ライプツィヒにて、ケミー・ライプツィヒを2の0で破った。セカンドレグにも4から2で勝利して1回戦進出を決めた。 一回戦では、ロコモティフソフィアと対戦し、ホームでの第一戦に5から3で勝ち、ソフィアでは4から3で敗れたもの合計8から7で勝った。準々決勝では、JL はオランダのドールウィルスクラフトステルクと戦った。アムステルダムのオリンピスフスタディオンで行われた第一戦は、1から1、ホームでの第二戦には1から0で勝ち、合計2から1で勝利した。準決勝では、 ポルトガルの巨人ベンフィカと当たり、JL は本拠地ネープシュタディオンでの第1戦に1から0で敗れ、エスタディオダルスでの第2戦にもベンフィカが4から0で勝ったため、JL はヨーロピアンカップから敗退した。1980年代に JL は頂点に達し、1981から82及び1982から83シーズンのハンガリーリーグに優勝した。 1981から82シーズンには102点中、ハンニヒペーテルとセンテスラ・アーザールが2人で43ゴールを挙げた。監督のベレベシュヨーゼフは、オランダスタイルのサッカーを標榜し、勝ち点49を積み上げた。翌シーズン、JL は最終戦でその勝ち点を44として、2位のフェレンツバー・ロシュの勝ち点43をわずかに上回った。 センテスの怪我のため前シーズンより、チーム全体の得点数は20減り、半日は20ゴールで得点ランキング2位だった。1981から82シーズンの優勝によってチームは1982から83シーズンのヨーロピアンカップに出場した。JL は1回戦で、ベルギーチャンピオンのスタンダールリエージュと対戦し、アウェーでの試合に5から0で敗れ、 その後ホームでは3から0で勝利したものの、このラウンドで敗退した。翌1983から84シーズンのヨーロピアンカップでは1回戦でアイスランドのビーキングルを任した。JL は第1戦ではマジャルとブルチャのゴールによって2から1で勝利し、アウェーでの試合にもマジャルとセンテスのゴールにより2から0で勝利した。 二回戦で、ジェールはより難しい対戦相手である、ソビエト連邦のディナモ・ミンスクと当たった。ジェールで行われた第一戦では、ディナモが6から3で勝利、ミンスクでのアウェーマッチには、ジェールが3から1で勝利したが、ヨーロピアンカップからの敗退が決まった。ジェールは1983から84及び1984から85、シーズンはブダペスト・ホンベードに次ぐ2位。 1985から86シーズンは3位となった。1986から87シーズンにクラブは10位に終わったが、翌シーズンは再びリーグのトップに近づき4位に達した。1990年代は1990から91と1991から92シーズン2にシーズン連続11位という最先の悪い始まりだった。 1995から96シーズンには15位に、沈み、西部ハンガリーのライバル FC ショプロンとプレイオフマッチを戦わなければならなくなった。第一戦に、JL は2から0で勝利し、アウェーでの試合には2から1で敗れたが、この結果により JL は一部残留を決めた。クラブの歴史で最低辺の時期を経て、1996から97シーズンは9位。 1997から98と1998から99シーズンには1990年代で最高順位となる4位につけた。本拠地、江藤パークピンテールアッティラは2009年に JL、江藤 FC の監督になった。彼の監督時代にチームは2009から10シーズンに3位になり、2010から11シーズンのヨーロッパリーグに出場を決めた。 予選1回戦で FC にトラと対戦し、第1戦は2から2、エトーパークでの第2戦では、JL が3から1で勝利した。予選2回戦では、カザフスタンのアティラウと対戦し、第1戦では、JL が、リナスピリバイティストフアドブゲラのゴールにより2から0で勝利。第2戦も、ラティアレクシーゼとミハイニコレクのゴールにより2から0で勝利した。予選3回戦では、 フランスのモンペリエ HSC と対戦し、エトーパークでの第1戦では、モンペリエがオリビエジリューのゴールで1から0の勝利、第2戦は JL がバレンティンバビッチのゴールにより1から0で勝利した。延長戦でも決着せず、PK 戦に JL が4から3で勝利して、ヨーロッパリーグのプレイオフ進出を決めた。プレイオフで JL はクロアチアのディナモザグレブと対戦し、 第一戦ではディナモ・ザグレブが2からレで勝利、スタディオンマクシミールで行われた第二戦でも JL が2から1で敗れ、合計スコア4から1でヨーロッパリーグの敗退が決まった。試合数の増加により JL はハンガリーリーグとヨーロッパリーグの両方を成り立たせることができなかった。国内リーグでの結果は経営陣にとって満足のいくものではなく、そのためピンテールと経営陣は 両者間の契約を解消した。経営陣は公認監督にチルトーイ・アウレールを就任させた。2011年6月、UEFA は JL のライセンス違反を認め、罰金と今後3シーズンのヨーロッパ大会からの追放を決めた。出典出店ジェ JL へ等はいくつかの部門においても成功を収めている。例えば、ハンドボールチームが 全国選手権で多く優勝している。男子チームは1986年にラーバ・バシャ州シ、ジェ JL として EHF カップに優勝した。現在ではとりわけ女子チームがよく知られており、2006年にカップウィナーズカップで決勝進出、2007年にチャンピオンズリーグで準決勝に進出した。ありがとうございます。